皆さんスポーツ科学部行ってみたいと思います。元よずみ講師が分かりやすく説明しますからね。さあ、カッコ一番ご覧ください。今日の長文読解は31段落で、さすがにちょっとこれを全部やってるとですね、視聴時間が長くなってしまってですね、皆さんご覧いただけないので、最初から23段落目まで行ってみたいと思います。で、これならば8割でございますので、全体像が分かっていただけるかと思います。さあ皆さん、設問形式をご覧くださいね。で、皆さん、この4種類の中で問いの2は内容1問題があるんですが、他の学部でも対応できますので、スポーツ科学部ならではというところで、このサブタイトルを選ぶ問題、下線部説明で主題テーマを選択する問題、このオレンジで書いた3種類いきますね。で、皆さん、これが終わったらこの括弧に今後の勉強法、こういう流れで行ってみたいと思いますので、頑張っていきましょう。さあ皆さん、ご覧いただいているのは文章の最初の方でございます。で、皆さん、この第1段落から第6段落までがですね、一貫した話になっております。で、それを読んでいただいた上でこれでございます。皆さん、説明の指示をご覧いただいてわかるかと思いますが、タイトルを選ぶ問題ですね。で、皆さん、実際には第4段落以降で答えが出ますので、まずは第1段落から第3段落、そこまでの一読をお願いします。さあ、この後第4段落から第6段落までを熟読していただいて、このタイミングで皆さん、この問いの4番の問題解けるかと思いますので、検討をお願いします。さあ皆さん、どの選択肢を見ていただいてもナイキとアディダスの話が来ておりますの で、 でそれが初めて出てくるのがこの第4段落ですね。皆さん、該当箇所ここですよね。で、もちろんこの文章中を読めはいいんですが、選択肢1を見ていただけますと、この真ん中にハンギングアップ、皆さんご存知の熟語と言われたら電話を切るという意味ですね。ただ皆さん、本文中読んでいただいても別に電話してる様子はないので、おそらく電話を切るということはこういう商品とおそらく縁を切るんじゃないか。それで皆さん、このあたりもう一回一読していただいてよろしいかと思います。そうすると皆さん、縁を切る話がこの辺り書いてますね。ゴルフクラブのビジネスから外へ出ようとしてるわけですね。つまりもうやめようと。で、皆さん、もう見ての通りゴルフクラブのビジネスと書いておりますので、もう正解は一発ですよね。もちろん正解は C ですね。 The Golf Clubs ですから、一応三角括弧で分かりやすいようにちょっとこうやって対応させてみました。ですから、該当箇所さえ見つければ、あとはそんなに難しくないんじゃないかなという感じですね。ひとまず正解は C ということでよろしいかと思います。さあ皆さん、次の段落でございます。ここは説問に関係がないので、一読だけお願いいたします。では皆さん、次の段落でございます。皆さん、この段落ではここに説問絡んでますからね。こちら説問の指示を一読していただいて答えを出していただけるとよろしいかと思います。さあ皆さん、こちらステーブルの意味ですが、よく見かけるのは形容詞で安定したですよね。ただ今回は皆さん、漢詩のあがついておりますので名詞ですよね。ただ皆さん、名詞のステーブルと言われたらですね、ちょっとさすがに知らないんじゃないか。まあもちろん選択肢見ていただいても安定という話がないですね。じゃあどうするんですかということですが、皆さん、下線部の右側見ていただきますと、ゴルファーの話が書いてますよね。で、具体的にはタイガー・ウッズとか、もしくはまあミシェル・ウィーですね。要するに人の話が書かれておりますので、これで皆さん選択肢眺めていただきますと、A のファームは会社。で、B のグループは集団。C のホールは会館。で、D のショップはお店。で、人に関するお話と言われたら、もちろん正解は B ですよね。集団。まあ確かに人の集団が書いておりますので、B が正解ということでよろしいかと思います。さあ皆さん、続いての問題でございます。まずは設問の指示の一読をお願いします。で、皆さん、この四角の1番から4番までに対してですね、適切なサブタイトルを選べと。で、皆さん、今見えてるところがこちら四角の1番でございます。ですから、この第11段落から14段落の内容を踏まえてですね、適切なサブタイトルを選ぶという感じでございます。ただ皆さん、タイトルを選ぶ問題に関しての注意点がございます。皆さん、こうやって4つの段落で成り立っておりますので、
一つの段落にしか書いていない内容はサブタイトルとしては不適切ですからね。つまり二段落以上にわたってコメントされている内容ですね。それを優先して考えていただきますと決まってくるかと思いますので、考えていただけますとよろしいかと思います。サメさん、まず第11段落ですが、タイガーウッズが出てますよね。ソシメさん、第12段落もそうですね。ソシメさん、第13段落ももうそのまんまですよね。ですから正解は G のタイガービジョン、これでよろしいかと思います。サメさん、続いての段落でございます。選択肢は先ほどと同じですからね、考えていただけるとよろしいかと思います。サメさん、第16段落にこれですね、スピンオフベネフィッツで、これが皆さん選択肢の F に該当するんですが、このスピンオフベネフィッツのお話はこの第16段落だけにしか書いてませんからね。一方皆さん、これですね、 Knowledge Transfer、 知識の転換、まあ多分価値観が変わる話でしょうね。でこれが皆さん選択肢の D にあるんですが、この価値観の変化の話が第15段落にも書いてますよね。皆さん、この点点点のところをご覧くださいね。クラブやボールやカバンですね。で、皆さん、それに対するマーケットシェアがですね、一応ゆっくりそして着実に成長はしているんですが、で、皆さん、そこに固執することなく、皆さん、この段落のこの一番最後ですよね。Away from clubs, balls and bags。で、皆さん、そこから離れると書いてますよね。で、離れてどうするんですかっていうと、もう一回焦点を当て直すと書いてますね。で、それがどこの分野にっていうと、皆さん、ゴルフのシューズ&クローディングと。まあ、靴と衣服ですよね。で、そっちに方向転換する話がございますので、それが Knowledge Transfer。知識の変化。価値観の変化ということと言ってること同じですよね。ですから、複数の段落にわたって記載がされておりますので、正解は D ということでよろしいかと思います。それでは続いての部分でございます。まずは単語の問題、こちらですね。選択肢はこれでございますので、考えていただけるとよろしいかと思います。これはもう単語の意味で一発ですよね。Bulk と言われたら大部分。で、選択肢の中で大部分と言われたらもう一つしかないですよね。もちろん正解は C ですよね。で、皆さん、選択肢の A は All Portions。これだと全部になっちゃいますね。で、選択肢の B は Defunct とかちょっとわからないんですが、Units 単位。で、選択肢の D はなんか問題って書いてますね。ですから、Bulk、大部分ということでも一発で C ということでよろしいかと思います。さあさあ、もう一つ単語の問題がございます。選択肢はこちらからお願いいたします。これはイールドですので、これはもう生み出すですよね。で、生み出すと言われたらもう正解はあれですよね。もちろん D ですよね。で、選択肢の A は生み出す、 B は要求する、で、 C はぶつかるんでしょうね。ですから、生み出すと言われたら一発で D ということでよろしいかと思います。それではサブタイトルを選ぶ問題に移りますね。こちら第18段落から23段落ですね。その中で2つ以上の段落にわたって述べられている内容、それを選んでいただけるとよろしいかと思います。皆さん、これも分かりやすいですね。キャッシュカウツとしっかり書いております。で、第22段落と23段落、まあ、少なくとも2つ以上の段落ということで、正解は A ですよね。で、皆さん、ちなみにキャッシュカウですが、皆さん、黒字部門、儲けの種、これは皆さん今日はたまたま知らなくてもなんとかなりますが、今後出る可能性もございますので、一応押さえておいた方がよろしいかと思います。ということで皆さん A が正解でよろしいかと思います。それではお疲れ様でございました。今からはスポーツ科学部の勉強法と講義を言ってみたいと思います。ではじゃあ気をつけていただきたいところはこちら。全体的な勉強法に関してはですね、すでに動画は存在しておりますので、それに関するリンク先は概要欄に貼っ付けておきます。もしまだご覧になってない方は、この後ご視聴よろしくお願いいたします。そして今回はさらにちょっと注意をしていただきたいところがございます。
特にスポーツ科学部に関してなんですが、入試制度が変更になる可能性がちょっと極めて高いですからね。念のためお気をつけください。さあ皆さん、カッコ1番長文読解のお話です。まずはカッコあ、タイトル選択問題、どうやって解きましたかと言われたら、複数の段落で言及されている選択肢を優先しましょうね。そしてカッコ一箇線部説明、まあほぼほぼ単語の問題でしたが、とにかく単語量、とにかく語彙力があるに越したことはないですからね。もちろん知らないものはどんどん覚えていっていただきたいんですが、音読をする中で暗記をしていけば語彙力が上がるのはもちろん、速読力アップにもつながりますので、非常に効率がいいかと思います。で、皆さん今日の問題もそうですが、まあ、単語力あればバシバシサクサク答えが出ますよね。そして括弧今日は扱えなかった内容1問題ですが、工学とか国際教育部の過去問で練習ですよね。早稲田ならではの問題ですので、この辺りでも練習はぜひしてほしいと思います。でもちろん長文も多いし、設問形式も多いので、先生速読力どうしたらいいですかと言われそうですが、先ほどもお伝えした通り、やっぱり音読に勝るものはないですからね。音読をすればするほど読むスピード確実に上がりますから、最優先で頑張ってほしいです。そして括弧2番の文法、これは全体的な勉強を参考にしていただけるとよろしいかと思います。そして括弧3番正誤問題、これは人間科学部の問題形式とそっくりですので、そちらの勉強法を参考にしてくださいね。で、皆さん本日の動画は長文読解の動画ですが、こちらの文法系の動画ですね、それは相対英文法の対策動画でまとめておりますので、こちらも合わせて参考にしてくださいね。以上で勉強法の話は終わりますので、スクリーンショットをする方はどうぞ。ということで、早稲田に向けて頑張りましょう。